い、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、栃木県に来ております。栃木県の塩原温泉郷を今歩いております。そしてこの後はですね、宿にチェックインする予定で、柏屋旅館さんですね。でまず前半の観光編ですね、そちらをご覧いただいてからこちらの動画に戻ってきていただけたら非常に嬉しいです。素晴らしい幻の滝という幻の滝ですね、そうですね、を見に行って、少し観光して宿にチェックインするっていう流れですね。暑いんですよ今日も。天気悪いですけどすっごい暑いんですよ。旅館楽しみだな。それでは近いので、ドライブ少しだけ楽しんで宿に向かいます。てい、まだチェックインまで実は30分ぐらい時間がありまして、まだ早いんで、塩原温泉郷歩いたことがないので少しだけ歩きます。いいねいいね。いいわ、温泉街ってなんでこんなに風情あるの。いいわ、これ廃墟かな。こちらは廃墟っぽいですね。あ、あれはホテルニュー塩原、聞いたことありますね。でかい。泊まってみたくなりましたね。塩原温泉郷に泊まって、外食をして飲み歩きしてみたくなりました。これはいい街だわ。若帰りの館、入りたいけどやってないっぽいっすね。足湯があったので入ってます。人生で2回目の足湯。サンダル焼けすごいな。想像以上に楽しんでしまいました。やはり温泉街散歩は楽しすぎる。時間がむしろ足らないぐらいですね。なので車で少し遠回りをしながら宿にチェックインします。急にまたね、温泉郷が出てきました。びっくりした。しかもね、めちゃめちゃ綺麗な温泉ホテルがありましたよ。ビビった。なんだあれ。駐車場着きました。もうね、いきなり町村が現れたんですよ、突然。うわー、これはいいよ。チェックインしないと。チェックインしてきます。いきなりこのような温泉街が山の中に現れたんですよね。びっくりしました。うわー、歩きたいところですけども、まずはチェックインしてきます。あー、廃墟がすごいよ。そしてこちらが本日宿泊の柏屋旅館さんです。風情ありますよ、楽しみだ。チェックインしました。そしてこちらがお部屋です。ドドン、広いっす。まあどうしても建物の老朽化、年季が入ってるのは否めないですけれども、十分部屋が広くて、そして景色も良いですね。早速温泉入りに行きますか。温泉、貸し切り温泉ですね、入りに行きます。なんとこちらのお宿さん6個も無料貸し切りの温泉があるんですよ。で今
私が行くのが夕日の湯だっけな、少し離れになっているところで、歩いてそちらに向かってます。秘境の湯に、秘境の温泉に来た感じしますね。これはここの夕日の湯以外は建物の、地下1階にあるみたいなんですけど、おお、ここか。そっちも行ってみたいんですけど、6個は多分全部無理だろうな。鍵一個一個控えて虫が入ります。衝撃なんですが、こちらです。濁り湯、若干濁ってて、そして景色これ、これ貸し切りよ、すごい。気持ちよかった、すごく気持ちよかった。景色も良かったし、夏に来るんじゃなかったなって思いましたよ。これ寒い中入りたい。そしてこの夕日の湯に関しては、おそらく女性一人で夜に入るのは若干ためらう気がするな。俺でも少し虫と暗闇はね、ドキッとしたシーンがありましたね。他の温泉今から入れるんだったら入ってみて、無理そうだったら部屋に戻ります。借りることができました。館内風呂がまたね、味あるんですよ。それぞれこんな雰囲気ですよ。これでいくつも分かれてる感じですね。ではもう一つの貸し切り露天風呂入ってみます。すげえなこれ、ほんとこれ一番下まで行けるんだ本当は。あ、なるほど、一番下入ってみたかったな。雷庭の湯が一番下なのかな。私は霧の湯ですね。嘘でしょこれ超広いんすけど、10人ぐらい入れるな。何ここ、マジ、この広さを一人で貸し切ってしまっていいのかという罪悪感に苛まれつつ、ちゃちゃっと入っちゃいます。暑い、やはり長風呂はできないですね。すぐのぼせちゃいますね、さっきも入ってるから。いやもう一温泉ぐらい見たいな。一番川に近い温泉入ってみたいな。気まずいですけど、もう一箇所借りてみようかな。無理だったら部屋に戻ります。部屋に戻ってきました。一番川に近い温泉の景色を見てみたかったんですけれども、他の方が入ってるということなので諦めて戻ってきました。いやーここすごいな、温泉過去一の衝撃かもしれない。あんな感じのがあと4つぐらいあるってことでしょ。6箇所は無理だとしても最低3、多くて4ぐらいは入ってみたいですね。そして家族経営で、口コミとかで見たんですけど、家族経営でこちらの旅館さん経営されてるみたいで、この規模の管理は正直すごく大変だなっていう風に感じました。いやー本当に心の底からもう今の時点でいろいろと衝撃を受けております。それではゆっくりして夜ご飯のお時間ですね。もともと7種類の貸し切り露天風呂あったっぽいですね。すごいな、もうすごいしか出てこない。この川岸の湯っていうのがなくなったのかな、わからないけど、大きな建物は見えたんですよね、川の近くに。それかな、結局あの後ですね、どうしても雷庭の湯、一番川に近い温泉に入りたくて待って、現在向かっております。
だいぶ下に行くみたいですよ。なんか多分ね、一番人気っぽいっすね、この雷底の湯が。楽しみだわ。それにしてもこれ夜やばくないか。え、まだまだ行くのか。すっごいぞこれ。扉を開けてまだまだ下に下ります。そして現れた。おお、うわー、左を見るとこれよ、これこれ。よかった、まだ明るいうちに入れて。では中入ります。見たんですよ、露天風呂。もうびっくりすぎて言葉になりませんでしたよ。それではご覧ください、雷底の湯です。やべえ、これです。入りまーす。うめえ、とろけますわ。